気象庁は先ほど中国、近畿、東海が梅雨入りしたと発表しました。梅雨前線が北上したため、今日は東海から西の太平洋側を中心に広く雨が降っています。中国地方から東海ではこの先も曇りや雨の日が続く見込みで、気象庁は先ほど中国、近畿、東海で梅雨入りしたとみられると発表しました。いずれも平年より遅い梅雨入りで、西日本は明日にかけて大雨に警戒が必要です。